3個です。あ、ごめんなさい、4個だ。失礼します。4個です。3個終わったから、4個。14ページね。14ページ。はい、それではね、キーセンテンスを、一つ一つ、はい、一行一行ね、はい、読んでいきましょう。交代で読みましょうか。じゃあ、はい、読んでください、先に。明日辞書を買います。トムさんはあの椅子に座りません。私の車を売りました。昨日はバスに乗りませんでした。彼は私を待ちませんでした。よく音楽を聴きますか。彼女はフランス語を話します。子供たちは毎日遊びます。よしこさんは新聞を読みません。私たちは今朝泳ぎました。ジョンさんはその映画を見ませんでした。いつもご飯を食べますか。ナンシーさんは私の家に来ました。週末は何をしますか。はい、4課ですね、はい、4課1課で発音やってね、2課で語順と助詞とこれそれあれ、それから3課で2つの形容詞、何でしたっけ、いい形容詞とな形容詞、ね、それからはいといいえの使い方ですね、ねとよ、それから、カウント、そうですね、数の数え方ですね、それと疑問詞の一覧が出てきました、はい、で4課からですね、今度は動詞の勉強に入っていきます。動詞の勉強ね、はい、で、キーセンテンスの最後ですね、明日辞書を買いますってあるでしょ。ちょっとね、最後だけを、拾い読みしていきましょう。買います、座りません、上から下にどうぞ。買います、座りません、売りました、乗りませんでした、待ちませんでした、聞きます、聞きますか、それから話します、遊びます、読みません、泳ぎました、見ませんでした、食べますか、来ました、しますか。ここにですね、14動詞があります。ここに14、ちょっとね、21ページを見てください。21ページ表がありますね。ダイアグラムオブザ14リプレゼンタティブバーブスっていうところですね。これは14代表動詞っていうんですけど、この14代表動詞のディクショナリーフォームっていうところですね。買う、座る、売る、乗る、上から下に読みましょうか、どうぞ。買う、座る、売る、乗る、待つ、聞く、話す、遊ぶ、読む、泳ぐ、見る、食べる、来る、する。ここに14動詞があります。これをこの教科書では14 representative verbs、 日本語で言うと14代表動詞と言います。で、この14代表動詞は何を代表しているかというと、日本語の動詞の活用ですね。活用に関してはまた後でやりますが、簡単に言うとこういうことですね。この14代表動詞がちゃんと使えると、ありとあらゆる動詞も使えるということですね。この14代表動詞に習って、だから非常に重要なんです、この14代表動詞で。まず先生自身にこの14代表動詞を覚えていただきます。覚えていただく、で覚えてですね、しかもこれをね、この順番で何にも見ないで、3秒で言えるようにしておいてください。3秒っていうのはね、これぐらいです。買う、座る、乗る、待つ、聞く、話す、遊ぶ、読む、泳ぐ、見る、食べる、来る、する。そうですね、順番もこの通り、この順番で。で、どうしてこれ3秒で言っていただきたいかというとですね、これを覚えておくといろんな動詞表現の練習ができるんですね。例えばですよ、私が買うって言ったらですね、買ってくださいってみんなに言わせる、ね、私が買うって言ったら買ってください。ちょっとやってみましょうか。はい、買う、どうぞ。買ってください。座る。座ってください。売る。売ってください。乗る。乗ってください。待つ。待ってください。聞く。聞いてください。話す。
話してください。遊ぶ、遊んでください。読む、読んでください。泳ぐ、泳いでください。見る、見てください。食べる、食べてください。来る、来てください。する、してください。今度はですね、私が買うって言ったら買わないでくださいって言ってください。買わないでくださいね。はい、買う、買わないでください。座る、座らないでください。売る、売らないでください。乗る、乗らないでください。待つ、待たないでください。聞く、聞かないでください。話す、話さないでください。遊ぶ、遊ばないでください。読む、読まないでください。泳ぐ、泳がないでください。見る、見ないでください。食べる、食べないでください。来る、来ないでください。する、しないでください。いいですか、はい、で今度は買うって言ったら、買いたいですかって言ってください。買いたいですかね。はい、買う、買いたいですか。座る、座りたいですか。売る、売りたいですか。乗る、乗りたいですか。それからね、例えば、10人ぐらいのクラスだったら1人ずつ当てる。それからね、1回手を叩いて、はい、待つ、待ちたいですか。はい、聞く、聞きたいですか。話す、話したいですか。遊ぶ、遊びたいですか。読む、読みたいですか。泳ぐ、泳ぎたいですか。見る、見たいですか。食べる、食べたいですか。来る、来たいですか。する、したいですか。とこういうふうになりますね。じゃあ今度は買うって言ったら、買ってもいいですって言ってください。買ってもいいです。はい、買う、買ってもいいです。座る、座ってもいいです。売る、売ってもいいです。乗る、乗ってもいいです。はい、待つ、待ってもいいです。聞く、聞いてもいいです。話す、話してもいいです。遊ぶ、遊んでもいいです。読む、読んでもいいです。泳ぐ、泳いでもいいです。見る、見てもいいです。食べる、食べてもいいです。来る、来てもいいです。する、してもいいです。こういうふうに、いろんな動詞の練習がこの14代表動詞を使ってできるんですね、うん、で14代表動詞で全部言えるということは、すべての動詞も言えるっていうことなんですね。そういうことで、まず先生自身がこの14代表動詞をこの順番で覚えていただくということで、よろしくお願いします、はい、それでは、14ページに戻りましょう。14ページ4 basic forms of verbs というところですね。はい、ではそこを読んでください、はい、In Japanese verbs there are 4 basic forms、1. dictionary form mass form nigh form and te form from which all expressions using verbs can be easily made. In addition, it is called conjugation the inflections of verbs change from dictionary from to mass form, nigh form and te form such as 買う、買います、買わない、買って。はい、これから動詞の勉強を始めていきますが、国文法でですね、動詞の活用っていうのをやります。でそれは、未然連用、終始連帯、仮定命令、はい、国文法ではこれを、6つの活用形で活用させるんですね。でこの教科書では4つです。例えば買うだったら、買う、買います、買わない、買って。ちょっと言ってみてください。どうぞ。買う、買います、買わない、買って。買う、買います、買わない、買って。もう一度。買う、買います、買わない、買って。座るだったらどうなりますか。座る、座ります、座ります、座らない、座って。売るだったら、売ります、あ、売る、売ります、売らない、売って。とこういうふうになりますね。で、この4つをこの教科書では4基本形っていうことにしてます。でこれが、これから勉強する動詞の基本になります。でまず買う、買います、買わない、買っての最初の買うですね。これをディクショナリーフォームと呼びます。日本語で言うと受書形ですね。それから、買います、これはますがくっついてますからますフォーム。それから買わない、これはないがくっついてますからないフォーム。それから買って、これは手がくっついてますから手フォーム。ということで、ディクショナリーフォーム、マスフォーム、ないフォーム、それから手フォーム。それから、
買うの最後のうの部分が買います、買わない、買ってっていうふうに、こういうふうに変化していきます。この変化のことをコンジュゲーションって言うんですね。日本語で言うと活用ですね。で、買うのうの部分ですね。これをインフレクション。日本語で言うと活用語尾と言います。で、この語尾が変化していくことですね。これをコンジュゲーション。動詞はコンジュゲートですね。活用するっていうことです。インフレクションズは語尾のこと。そうですね。その語尾が変化していくこと。これがコンジュゲーションですね。ということで、この4つをこの教科書では4基本形ということにします。はい、それでは、この4基本形を一つ一つ見ていきましょうか。まず16番読んでください。 Dictionary forms infinitive of verbs. In Japanese, every dictionary verb ends with うです。 Therefore, this form can also be calledu form. There are 14 representative verbs below in terms of their in ending patterns, which show all conjugational patterns. はい。動詞の辞書形ですね。動詞の辞書形。これはですね、インフィニティブ。インフィニティブっていうのは原型のことです。あの英語で言うところの、いわゆるベアインフィニティブって言うんですけどね、あのトゥーナシフ停止ですね。トゥーナシフ停止。それが日本語のこのディクショナリーフォームに相当します。国文法ではこれは終止形あるいは連体形ですね、に相当する部分なんですが、この表はですね、14代表動詞ですね。さっきちょっと紹介しました。が全部、辞書形で出てます。買う、座る、売る、乗る、買うからするまでもう一回読みましょう。どうぞ。買う、座る、売る、乗る、待つ、聞く、話す、遊ぶ、読む、泳ぐ、見る、食べる、来る、する。で、必ず最後は何で終わってますか。うで終わってますね。だからこれをね、教科書とか他の参考書ではうフォームと呼んでるものもあります。うフォームね、ウで終わりますから。ウーフォームでも結構ですよ。ウーフォーム、インフィニティブ、それからディクショナリーフォームね。あの文法用語には特にこだわりません。皆さんが教えやすいやつを使ってやってください。一応この教科書ではウーフォーム、とか、インフィニティブっていうね、文法用語は使わないで、あのディクショナリーフォームねっていう言葉を使ってやっていきます。はい、それでは、15ページいきましょう。 Types of verbs っていうところね、17番に読んでください。 Japanese verbs can be divided into two groups in terms of their consistent conjugational patterns. One is called group one verbs, the other is called group two verbs, and there are also two linear verbs, the difference between はい。今度はですね、動詞の種類。これはあの活用から見た動詞の種類ですね。日本語の動詞はですね、その活用ですね。活用っていうのはさっきやりました買う、買います、買わない、買って、この語尾の変化のことですね、からですね、大きく2つに分けることができます。一つがこの教科書ではグループ1と呼ばれているやつですね。グループ1、これは国文法では5段活用動詞とか4段活用動詞と呼んでますが、この教科書では単純にグループ1ってことにします。第一グループね。これは日本語の動詞のだいたい7割を占めます。7割。それから残りの3割がグループ2 verbs。これは国文法では上一段活用動詞、下一段活用動詞というふうにさらに2つに分けてますが、ここでは上一下一分けません。辞書形の表記がちょっと上一と下一では違うだけで、活用自体は同じです。
だからこれをひっくるめてグループ2バイブスっていうことにします。また後で触れますが、上一段活用、それから下一段活用っていうのはですね、こういうことですね、ローマ字で書くと最後がですね、いる、あるいは L ですね。これがグループ2です。で、いる、いるか L ですね。いる、L。例えば、見るね。あるいは、食べるっていうふうに、最後がいる、L で終わる動詞ですね。これがグループ2。で、こっちのいるで終わる方を国文法では上一段活用として呼んでます。それから、L で終わる動詞。これを下一段活用として呼んでますが、後で、またやりますけど、活用自体は上一も下一も全く同じですね。上一下一全く同じということで、ここではこれをひっくるめてグループ2っていうことにします。それから2つのイレギュラー、不規則動詞ですね。来るとするの2つだけです。来るとするの2つだけで、来るの方は国文法では家業変革活用動詞、それからするの方は作業変革活用動詞というふうに呼んでますが、そういう難しい名詞を使わないで、ここではね、英語の不規則動詞に対応させてイレギュラーブ、イレギュラーブですということにします。不規則動詞ということですね、日本語でね。はい、そこまでよろしいですか。グループ1、グループ2、それから2つのイレギュラー。それで、このグループ1、グループ2の、分け方というのはですね、それは活用から見た分け方なんですね。で、これから活用に入っていきます。ちょっとですね、15ページの下から6行目、ちょっとこれを先にやります。ちょっと読んでください。18番。Mass forms of verbs.Mass form is one of the four basic forms of verbs. はい、さっきね、活用というのはこう語尾が変化していくこと。例えば、買うが買います、買わない、買って。座るだったら座ります、座らない、座って。売るだったら売ります、売らない、売って。こういうふうに変化していくのを活用って言いましたね。その活用の仕方がですね、グループ1とグループ2では違うんです。グループ1とグループ2では違う。それはね、こういうことね。例えば、グループ1の座る、これグループ1ですね。これグループ1です。それからグループ2の見る。それからイレギュラーの来るとする。これをちょっとマスフォームにしてみましょうか。はい、どうなりますか。これにマスをくっつけると座ります。最後の U が I に変わってこういうふうになりますよね。座る、座ります。はい、どうぞ。座る、座ります。それから見るだったらどうなりますか。見ます。最後の LU、うん、RU ね、 RU、 見ます、 MS、 こういうふうになりますよね。るが取れてますね。見るが見ます。それから来るはもうね、来ます。もうね、こういうふうに考えてください。完全に変わる。このするもします、うん、こういうふうに考えてくださいね。この2つはね、この2つ、雨じゃないですよ、すいません、この2つ、はい、そういうことでグループ1は最後のうを取っていますね。座る、座ります。それからグループ2はるを取っていますね。それからこれはもう完全に、これはもう完全に完成が変わってる。これも、まあ、これをうを取って、いにすると考えるよりも、まあ、この全体。もう最初の一つだけ残るだけですね。そうですね。だからこれはもうイレギュラーということです。で、グループ1、グループ2っていうのをね、分けるのはもちろん日本人のためじゃないんです。我々は座るが座ります。決してね、座るがグループ2みたいに座ますとかね。見るが見りますっていうふうにならないっていうのは日本人だったらわかるんですけど、まず生徒たちにはこれをね、生徒さんにはね、これから教えていかなきゃいけない。だからグループ1とグループ2って分けなきゃいけないんですね。
この活用が違いますから、こういうのを活用って言うんですよ。こういうのを活用と言います、うん、はい、じゃあちょっと見ていきましょうかね、具体的にね、もう一度じゃあまずルールから、15ページの下から4行目読んでください。 How to make mass forms for from dictionary forms. Group 1 verbs. Take the final U of dictionary forms off and put E mass. そうですね、辞書形の最後の U を取っていますにする、これはグループ1ですね。それからグループ2 verbs. Take the final Uルof dictionary forms of and put must。 グループ2は最後のルを取ってますですね。見るは見ます。それから irregular verbs could becomes 来ます and する becomes します。そうですね、来るが来ます、するがしますっていうのは、これは、もう覚えるしかない、うん、来るが来ます、するがします、これはもう覚えるということで、グループ1、グループ2、それからイレギュラーですね、こういうふうに分けなきゃいけないですね。そこまでよろしいですか、うん、はい、はい、それでは次のページ見てください。じゃあ今度はね、それを具体的に見ていきましょうか、一つ一つね、この16ページ、はい、買う、どうなってますか。買います、うん、うが取れていますになってますね、この全部これ14代表動詞です。それから座るは座ります、うん、やっぱりうが取れていますね。それから売るは売ります、やっぱりいが取れています。それから乗るは乗ります、いが取れてますね。それから待つは待ちます。これはね、ヘボン式ローマ字を使ってますから、つがちに変わるんですね。ついって音ありませんからね。 TSI にするとついって音になっちゃうでしょ。でも待ちますとこういうふうになる。それから聞くは聞きますね、うを取っています。それから話すは話します。これは SI にすると話しっていうふうになりますから、こうちょっと注意してくださいね。これはヘボン式ローマ字ですから SHI になります。 SHI 話します。まあ、ちょっとそれはノートに書いてますけど、ちょっと後でそれ読みましょう、もう一度ね。はい、それから遊ぶ。遊びます。それから読む。読みます。泳ぐ。泳ぎます。ということで、もう一度言うと、グループ1は最後のうを取っています。います。ね、それからグループ、いいですか、そこまでね、グループ1。それに対してグループ2は最後のルを取ってますですね。そうすると見るが見ます、それから食べるが食べます、とこういうふうになります。それから、2つのイレギュラー、来るが来ます、するがします。これはもう覚えるしかない、イレギュラーですからね。はい、じゃあちょっとねノート読んでください、そこのノートね。はい、to as in much becomes chi not ついですね、 not chi and suAs in 話す becomes see, not see in must form. はい、そうですね。つの場合はち、それからすの場合はしになりますね。ということで、そこまでよろしいでしょうか。はい、で、この教科書はですね、ローマ字を使ってますが、ローマ字っていうのはですね、母音と子音に書き分けられますからね、うん、この活用とかを、教えるときにはね、結構便利なんですね、うん、こういう音の変化っていうのが視覚的に捉えられる、うん、これはカナ文字ではできないんですね。そうですね、カナ文字ではできない、そういうね、利点もあります、うん、はい、それでは15ページに戻りましょう。15ページに戻りまして、上から6行目、グループ1 verbs っていうところですね。はい、じゃちょっと読んでください。verbs ending with you, ある、う、ある、うる、おる、つ、く、す、ぶ、ぬ、ぐ。そうですね。最初に私こういうふうに言いましたね。
最後がいる L で終わるのが何て言いますか、グループ2ですね。の特徴だって言いました。で、とりあえずね、生徒さんには最後がいる L で終わる動詞はグループ2で、それ以外は全部グループ1って言っといていいです。それ以外は全部グループ1ね。教えるときはいる L がグループ2で、それ以外全部グループ1。もちろんこの2つは除きますよ。来るとそれからするね、これはイレギュラーですからね。これはイレギュラーですから、もちろんこれは例外なんですけどね。いる L で終わる動詞はグループ2、それ以外はとりあえずグループ1って言っといてくださいね。それ以外はとりあえずグループ1。ただグループ1の終わり方というのも実はそんなにありません、数はね。最後がうで終わるか、あるで終わるかね、うるで終わるか、おるで終わるか、つで終わるか、くで終わるか、すで終わるか、ぶで終わるか、むで終わるか、ぐで終わるかね。この実通りなんですよ。う、ある、上から下にもう一回読みましょう。どうぞ。う、ある、うる、おる、つ、く、す、ぐ、む、ぐ。例えば、14代表動詞を使ってやりますとね。例えば、はい、買う、どうぞ。買う。座る。そうですね。座る。はい、どうぞ。座る。それから、売るは売るでいいです。売る。それから、おるは乗るですね。乗る。それから、つは立つ。うん。重要代表としては、待つですね。待つ。それから、くは聞く。聞くですね。すは話す。それから、ぶは遊ぶ。それから、むは読む。くは泳ぐ。泳ぐね。これが重要代表動詞ですね。で、これはグループ1です。グループ1ね。はい、それでは上から下にもう一度やりましょう。どうぞ。買う、座る、売る、乗る、待つ、聞く、話す、遊ぶ、読む、泳ぐ。それからこちら。見る、食べる、来る、する。これが14代表動詞です。で、14代表動詞というのはどういうことかというと、日本語の動詞、いろんな動詞があります。たくさん動詞があるんですが、活用だけを見ると、とりあえずこの14通りに集約されるっていうことなんですね。例えば、買うっていうのは最後がうで終わってます。母音のうで終わってます。母音のうで終わる動詞っていうのはたくさんあります。例えば、もらうとか、使うとか、間違うとか、それから、はうとか。かく。くじゃないですよ。うです。拾うとかね。すうとか、くうとか、ぬうとか、ね。ただし、かうが活用できれば、すべてのうで終わる動詞は、かうと同じように活用すればいい。かうのマスフォームは何ですか？買います。もらうは？もらいます。使う？使います。す？すいます。ぬ？ぬいます。雇う？雇います。と、こういうふうになりますね。だから、買うがちゃんと活用できれば、すべての腕終わる動詞は活用できるということなんですね。それから、座るっていうのは最後が R で終わる動詞の代表選手です。例えば、R で終わる動詞っていうと、止まるとか、変わるとか、関わる。触るもそうですね。それから、捕まるとか。座るのマスフォームなんですか？座ります。触るは触ります。止まる止まります。変わる変わります。関わる関わります。最後はありますありますありますになるんですね。それから売るっていうのは売るで終わる動詞ですね。例えば作るとかくくるとか、塗るとか、振るとかね。売るのマスフォームなんですか？売ります。作る作ります。塗る塗ります。それから
乗るっていうのはオールで終わる時の代表選手ですね。例えば通るとか取るとか来るとか残るとか、乗るのマスフォームは乗ります。残る残ります。それから放る放ります。放ります。放ります。それから待つっていうのは「つ」で終わる動詞の代表ですね。例えば立つ。それから勝つ。それから持つ。それから放つとか、打つとか、そういうやつですね、うん、で待つのマスフォームは待ちます。立つは立ちます。勝ちます、持ちます。打ちます。それから聞くっていうのは句で終わる動詞の代表選手です。例えば句書くとか書く聞く動くとか研ぐ具は入りますか。具はこちらです。句ですよ。開くとか開く、ね、抜く、うん、それから裂くとかね。聞くのマスフォームなんですか。聞きます。歩きます、ね、開きます。書きます。みんな来ます、うん、なんです。それから話すっていうのは素で終わる動詞の代表選手。例えば、話す、例えば直すとか素で終わる動詞ね、うん、探すとか、うん、尽くすとか、話すのマスフォームは話します。それから、残す。残します。尽くす。尽くします。探す。探します。みんなね、話すと同じなんですね。それから、遊ぶっていうのは、部で終わる動詞の代表ですね。部、選ぶとか、それから、喜ぶとか。出てこない。それから、学ぶ。部、それから、部、運ぶとかね。うん、そうすると遊ぶのマスフォームなんですか。遊びます。運ぶは運びます。選びます。学びます。呼びます。飛びます、ね。読むっていうのは無で終わる動詞の代表選手ですね、うん、無どういうのがありますか。噛む。それから掴むとかね。編む。それから、うん、む、飲むとかね。頼むとかね、はい、読むのマスフォームは読みます。頼みます。編みます。掴みます。みんな知ってますね、うん、それから泳ぐっていうのは具で終わる動詞の代表選手。例えば家具。それからくつろぐ。それからはぐ、うん、とぐ。急ぐ。みんな食うでしょ。そうすると泳ぐのマスフォームは泳ぎます。それから研ぐは研ぎます。急ぎます、ね、くつろぎます。ということで、この十通りのグループ案なんですけどね、あの代表選手なんですが、これがちゃんと活用できれば全てのグループ案の動詞は活用できるということなんです。グループ2も同じ考え方ですね。いるっていうのは、見るっていうのはいるで終わる動詞の代表。例えば起きると見るは見ますでしょ。そうすると起きるは起きます。落ちるは落ちます、ね、それから食べるっていうのは AL で終わる動詞の代表選手ですね、調べるとか諦めるとかね。そうすると食べるのマスフォームは食べます、ね、諦める。調べる。調べます。とこういうふうになります。でこの来るとするは、これはもうイレギュラーですから、これはもう覚えるしかない。ただ使用頻度が非常に高いので、来るとするっていうのはね、一応ここに持ってきておきました。それでちょっとね、83ページを見てください。83ページですね。ここにですね、動詞のリストがありますが、このアンダーラインがついてるやつですね、下線がついてるものが全てこれは14代表動詞なんですね。で、その下に来ている動詞がその14代表動詞と同じ終わり方。